こんにちは、ブルーホースです。せっかくね、動画開いていただきましたんでね、最後までご視聴いただけると嬉しいです。ついでにね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら、もう嬉しすぎて、もうワンちゃんでいうとこのウレションするくらいなんで、まあ、大の30歳なんでね、そこら辺で撒き散らすことは決してしませんけど、誰得っていうね、そんなの見たい人、まあ、そのマニアックな方いらっしゃらないと思いますんで、まあ、とはいえね、最後まで動画本当にご視聴いただいて、まあ、ついでにコメントを残していただいたりとか、まあ、それから、チャンネル登録ボタンとか、グッドボタンとかをね、押していただけたら本当に嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ということで、まあ、今はね、何やってるかっていうと、プロフェッショナルで、まあ、ちょっとクリアをして、で、まあ、最強武器を手に入れて、それを使い倒してやろうぜっていう、そんなプレイをね、目指して今やっているところですね。前回は、チャイナドレスを着た赤いチャイナドレスを着た、まあ、黒いパンティーを履いた女性とね、キャッキャウフフの、プレイをした後でございます。で、まあ、今回はちょっと次のパートにね、進んでいる状態なので、まあ、ちょっと謎の仕掛けなんかもいろいろと解きながら、まあ、しっぽりと進めていきたいなというふうに思います。ちなみにしっぽりって、まあ、個人的にはそのなんか夜のなんかまったりとした時間とか、あれもカフェのゆったりした時間に、こう一人でコーヒーでもすすりながら、なんか、読書したりとか、お気に入りのクラシック音楽を聴いたりとかする、こう、なんて言うんだろうな。うん。こう、なんか物思いにふけるための時間みたいなイメージがあるんですけど、皆さんどうですか？なんかしっぽりって言葉を、なんか使ってみたら、嫁さんがですね、しっぽりってどういう意味みたいなこと言われて、なんかうまく説明ができなかったんですけど、まあ、なんとなくそんなイメージがある。カフェとか夜とかにゆっくり好きな音楽とか読書とかしながら、あったかい飲み物を飲む、まったりとした物思いにふける時間みたいな。なんかここまで詳しく説明する必要はあるのかなとかって思ったりするけどね。まあそんな感じっすね。さて、まあこのパートそんなに長くないよね。だから3の3のチャプターは、まあ本当にまさしく、ちょっと次に出てくる、まあ、ね、変なやつが、まあ、ハンサムなプーの胸を貫いて、こいつはまな板ガリガリだな、みたいなこと言いながら、サンプル回収していって、で、ハンサムなプーは、まあ、ちょっと退場していくっていう、そんなね、食い込んどんね。ちょっと待って、落ちてきたんあいつだけやと思う。ガラドールだけかと思ったら、まさかの、ちょっと待って、せっかく回復したのにさ、もうそんな落ち、やばい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 。痛い！え、今のアクションしてるタイミングじゃなかったの？くそ、だるい。生きとるし、あ、死んでるし、どっち？こいつは生きてる。で、中で、引っかかってるから、じゃ、とりあえず、ドゥン。で、とりあえず、ドゥン。とりあえず、ドゥン。チキ、チキ、チキ。あ、ちょっと待って、近づいていける、もしかして。それはまずいぞ。なんとなく気持ち縦にしとか、反対向いてる。なんか、思わぬ拍子で、なんか、ピンが抜けて、アタッシュケースの中が爆発しそう来てたね、やっぱりね。この距離だから、機動性の高いガンダムを撃っていく。銃だけ、ガン。あれ、狂ってるわ。あいつここ突き破ってきたらいいのにね。無理なのかな。ああ、もう下手くそ銃、なんか落ちてきたし。とりあえず、芝居特番。オッケー、あれ、でも全然当たってない。よし、オッケー。ああ、そんなやってる。あ、まあまあ、でもそっか、手榴弾と焼夷弾、それぞれ一発ずつ食らったら、そうはなるわな。うん、先行手榴弾、ごちそうさまです。なんか前回パート、特に後半3分、4分ご覧いただいた方、本当にありがとうございました。まあ、マジで本当に感謝してます。ありがとうございました。何かっていうと、なんか急に人生ってこんな過ごし方ができてたら幸せだよね、みたいな。なんか急に謎の、その、僕自身がその、しっぽり物思いにふけた言葉をこう、急に語り始めるみたいなコーナーやっちゃってしまったんで。まあ、なんかそんなのが気になる。え、どんな人生なのとか、そんな気になるなっていう方、ぜひ、前回パートのね、後半、何分くらいだ ?17 分くらいの動画だったと思うんですけど、ぜひ13分14分あたりから見ていただけると、なんか、まあ、もしちょっとその生き方に悩みを抱えている方とかがいらっしゃれば、ぜひね、その生き方のヒントになれば、ブノウ
スルーされた。危な。急に落ちてきてんだもんな。ちょっとイヤホンの調子が悪いのかな。なんか、急に発動するガン。こいつどうしようかな。これ、このまま残してたらよろしくない。次行った方がいい。まあ、いっか。弾待ってるし、相手してやっか。あんまりその弾節約しすぎると、欲しいアイテムがあるときに、全然ね、その、使うことができなくなっちゃう。拾うことができなくなっちゃうからね。うん。まあでも人生なんてさ、急に話変わる、まあ、あのさっきの元に戻るけどさ、まあ悩みなんか尽きないじゃないですか。下手くそだな。悩みなんか尽きないわけじゃないですか。ねえ。あとその悩みがあるから、なんかこう、現状打破しなきゃいけないぞ、みたいな感じで、こう一生懸命頑張る力になっていくっていうような、そんな気はするんですよね。だから前のパートなんかで、その会社を辞めるときに、上司が、僕に与えた指示がミスだったのに、それがなんかなぜか僕が始末書を書かなきゃいけないっていううちになったっていう、もうまさに本当に半沢直樹の世界ですよね。上司の手柄は、部下の手柄は上司の手柄、部下のミスは、上司のミスは部下のミスみたいなさ。なんか本当にそんな世界を感じたよね。で、なんか、退職するときにくれた粗品和菓子っていうね、なんかすごい餌に釣られちゃったみたいな。もちろんその見送ってくれたことはすごい感謝してますし、まあ一方で、なんだろう。まあ僕も僕で、そのまあいろいろ問題があったりとか、そのお客さんからめちゃくちゃクレームをもらったみたいな経験っていうのは本当に数える程度もあるかないかっていうところだったんですけど、まあなんだかんだでやっぱり僕がわからないこととか、ちょっと相談したいこととか悩んでることとかっていうことに対して、まあ、結構その時間を割いてくれたっていうか、ちゃんと話を聞いてくれたっていうこと自体はやっぱりありがたかったんで、最後の最後にまあそういうちょっと仕打ちを受けたこと自体は、まあ、トータルで見た時にプラスマイナスかって言ったら、まあ、女子にとってはマイナスだっただろうし、僕にとってプラスだったと思うんで、まあもう最後にしょうがないよねって、まあ、それによって ボーナス額が下がったりとかさ近づいてきてたんだよな、ボーナス額が下がったりとかくらいはやっぱりまあ上司のその査定が下がってうんぬんとかっていうのを比べたら、まあ、いや、ないこと自体は結構痛いけど、仕方ないよねって思う感じかな。っていうくらい、まあ、ちょっと余裕を持ったな、生き方が、まあ、できれば、人生ってそんなに、まあ、悩んだとしても苦しいことはないんじゃないかなっていうのが、個人的には思うことですね。こいつら相手にする必要あるのかな。まあ、でも、一応あとでここ戻ってくる予定なんですけど、ここ戻ってきた時にこいつらがなんかしれっと普通に生きてたとしたら結構しんどいから、まあ始末してた方がいいのかな。実際生きてるかどうかっていうのが分かんないんでね。あ、販売してくれてる。あす。おお、買えるんだ。なんか思わずもうチラッと見えたから連打しちゃったけどね。まあ、とりあえずこれがあれば。おー、あれお前ご主人様と切り離されてんのにまだ生きてたの。うおーおーおおお、ハサミ打ち。ちょっと待って、意外と寿命があるぞ。意外と寿命が長いぞ。そろそろ死んでもいいんだぜ。死なねえな。そろそろ死んでもいいんだぜ。そろそろ。ごちそうさまでございます。もう一発いったく。もう一発。ちょっとできればこのあと3発でお亡くなりになっていただいて、まあ、3発で亡くなってくれればその。がっつりとハンドガンブラックテイルをこうお金払う、改造するとともに弾をこう無料で装填してくれるっていう、まあ弾代も込められてるのかもしれないけど、キック金死ななかったっすね。どうしようかな。ちょっと死ななかったことは想定外なんですけど、まあ、とりあえずこれで装填をして、で追加された弾数で始末しようか。これだけありゃ大丈夫でしょうか。あれさっきの、もう一体の方は、さっさとお亡くなりで、これ、あれかな、繋がってるとこよりも、もしかして、本体ってその体の方をぶち抜いた方が、得だったりしたのかな。まあいいや。結構短いな。10分くらいか、今。ほら。これが本当の胸ドン。あ、胸ぶしゅになってる。あー食べます。うおー、高いですねー。高いスルン。ゲット。アス。いやー、ほんと、フライングダイナソーよりも刺激的かもしんないね。物理的に。精神的にかどうかはわかんない。もう、だって、感じられる精神が残ってるかどうかもなもんね。あんだけうにゅうにゅうの足っていうの最後出てきたのかな？なんか全部ガシ、あ、そうか、でもあったのか？
ちょっと最終パートになると思うけど、うん、しっぽりと見てみようか。出たしっぽり。いやー、ここでね、終わっちゃいましたね。まあ本当に RE4 でルイスがどんな活躍を見せてくれるのかっていうのが今から楽しみで仕方がないですけどね。はい。ということでね、じゃあこのムービーが終わったら一旦このパートは終了とさせていただきたいと思いますんで、まあ、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して次回パート楽しみですわーっていうコメントとかね、まあ、今回のパートの中でちょっと面白かったなーって思うことがあればコメントを押していただけると嬉しいです。こんなくらい髪の毛を伸ばしてみたいなと思うけどね。まあ、サラリーマンやってたらそれちょっと難しいからな。まあ、自分がフリーランスとか法人立ち上げた時にでもやろうかなと思いますね。まあ、そこら辺に関してはちょっとしこしことやっているところがあるんでね。まあ、お楽しみにくださいと。ということでね。さあ、じゃあ、一旦ムービーが終わりというところまで来ましたんで、この辺りで終了させていただきたいと思います。本当に最後まで動画ご視聴ありがとう、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。次回、アシュリー大活躍編。ではまた。バイバイ。